私はリーグホーム最終戦ということで一言ご挨拶申し上げます。私事、昨シーズンは体調不良ということで、皆さんに、ご迷惑をおかけし、今日ここに立てるのを本当にとても嬉しく思います。日本一のサポーターのもとタイトルを目指し今シーズンスタートしました。僕自身は2007年ACM に初出場してその時のシーズンを頭に入れながら今シーズン28名の選手とともに1シーズン戦ってまいりました。2007シーズンでは8月にリーグ戦の方が失速し、そしてナビスコ準優勝、 ACL ベスト8、そういうふうな形で終わってしまいました。今シーズンは何としても最後までリーグ戦もタイトルを目指し終盤まで持ち込みたい、そして天皇杯も戦えるためにしっかりと28名をコントロールしながら1シーズン迎えてまいりました。ここにいる28名の選手は日々努力し、そしてモチベーション高く1シーズンを望んでくれています。ナビスコでは本当に惜しいところで負けてしまいましたが、その悔しさをまたリーグ戦そして天皇杯に向けて今チーム一丸となって戦っております。現場としては本当にいろいろな問題が出て皆さんに申し訳なく思っておりますけども、我々が恩返しできるのは一戦一戦全力で戦う姿を見せて、そして勝利を皆さんにプレゼントすることだと思っております。でも残りあと柏戦一試合になりました。我々は自分たちを信じてタイトルを目指してしっかりと準備し勝って結果を待ちたいと思っております。今シーズンの本当に目標であるタイトルをリーグ戦そして天皇杯と向けてこれからも頑張っていきたいと思います。皆さんもこれから今以上の応援をよろしくお願いしたいと思います。簡単でありますが最終戦の挨拶をさせておりいただきたいと思います。本当に1シーズンありがとうございました。